このカードを有効に最大限能力を引き出すには USB 3.0 というのが必要なんですが、まあ、僕の場合には Mac で USB 2.0 しかないで、内蔵の、カードリーダー、これ結構早いんですけど、これでやったのと、新しい UHS-1 に対応したカードリーダーでやったんでは、結果が随分違いました。 UHS-1 に対応したカードリーダーを使った場合は、だいたい5割型、この内蔵のカードリーダーより早かったということですね。それで明確にあの古いカードと新しいカードで差が出ましたね。だいたいそれも5割型差が出るということで、パソコンに落とすときに今 1.88GB 280枚ちょっとという画像なんですけども、1.88GB ぐらいだったらね、まあ、1分だろうが2分だろうがあまり変わらないかもしれないけど、これが例えば、16GB、24GB、32GB とか取っていったら、らい違いになるわけ で、そうなったときにやはりこの新しいカードとのっていうのは有用だなと思いますね。カメラもですね、今のところあんまりたくさんないと、 UHS-1 に対応したカメラが、でこれからどんどん対応してくるんだと思うんですけど、幸い僕の持ってたカメラは 2台とも対応してたということで、このカードの実力をね実感しましたね。もうこれはあのローと JPEG で両方で撮ってて、しかも遅いカードですね、遅いカードを入れてたらこんな感じになっちゃうわけ。この後にこうなっちゃうんですね。早いカードを使ってみましょう。これを入れるとですね、これで同じことやっています。この後のスピードが違う、全然 JPEG だけ、これも無限ですよね。いくらでも取れちゃう。このカメラね、このカメラもまあ対応してるわけですけども、これで縦を取りますね。じゃあこれを対応しているカードに変えると、これで今対応している方のカードですね。これでやってみますよ。同じこと、これで無限に切れますね。これバッファーはこのここに入っている32GBがもう消えちゃってますから、もうこれで OK。 つまりバッファー開放しながらどんどん撮ってるということですよね。